出雲王朝の謎について。なぜ大和王権に先行した王朝は日本の名主になれなかったのか。皆さんこんにちは。今回の世界じっくり紀行は出雲王朝の謎について紹介していこうと思います。出雲王国、数十年前まで出雲王国の存在は否定されていました。昭和59年1984年に荒神谷遺跡、島根県出雲市より、それまでの国内の総出土数を上回る358本もの銅剣や6個の銅鐸、16本の銅矛が出土しました。それを見ても主に関西の学者たちは、大和王権が大陸への守りのために僻地の出雲の地に埋めたと主張しました。出雲の地には100メートル規模の墳墓が見当たらないとの意見もありますが、出雲王国独自の四隅突出墳墓という弥生時代後期の特異な墳墓の存在がこの意見を打ち消しました。むしろ大和王権とは違った系統の文化があった証明になっています。平成8年には加茂岩倉遺跡、島根県雲南市より一箇所からの出土としては全国最多の銅鐸39個が発掘されました。現在でも大国主の狼をお祭りする出雲大社は、高さ8畳、約24メートルの国内有数の大規模木造建築ですが、古代には32畳、約96メートルの、中世には16畳、約48メートルの巨大な社がそびえていたと伝わっています。出雲大社宮司千家には、金輪の御造営指図といって、古い時代に描かれた出雲大社本殿の平面設計図が伝わっています。これには巨木を3本組み合わせて1本の柱とし、全部で9本の柱が本殿を支えている建築構造が記されています。2000年には出雲大社境内で直径約 1.35 メートルの巨木を3本組み合わせて1本の柱とする巨大柱が発見されました。これはまさに金輪の御造営指図と合致するもので、さすがに96メートルとはいきませんが、48メートルの高層本殿は十分実現可能な高さだと証明されました。ここまで来れば出雲の地に高度な文明を持った強力な王国が存在したことは疑えないでしょう。現在では邪馬台国に先行すること約30年、2世紀半ばの出雲には王朝と呼べる政治機構を持った国が存在したことはほぼ確定したとされています。出雲王朝の存在を否定した人々も、出雲に何らかの国が存在したことまでは否定しませんでした。ただ王朝と呼べるような国力も政治的成熟もなかったとの主張でした。出雲王国の成り立ち。弥生時代中期の頃より西日本の先進地域で小国が発生し始めました。離合集散を繰り返した小国群は後期になるといくつかの有力な国に発展していきます。1世紀の半ばには那国が中国に朝貢し金印を与えられます。2世紀初めには玄界灘沿岸と壱岐対馬を含む伊都国連合の王水晶というものが五漢王朝から和国王と認められます。2世紀半ばの出雲には出雲氏が率いる出雲王国が誕生していましたが、なぜ畿内ではなく現代ではやや影の薄い日本海側に高度な文明が生まれたのか。そこには日本海航路の存在がありました。弥生時代の先進文化は中国の江南地方や朝鮮半島からまず北九州に入り、そこから日本の沿岸部を流れる対馬海流に乗って日本海側の各地へ伝わっていったのです。そして日本海沿岸には天然の良港になる石湖と呼ばれる砂州が多くありました。とりわけ出雲周辺には羽形、神西湖、淀江形の3カ所の石湖があり、
中の海と宍道湖には安全な港がいくつも作れます。そして神戸川、日井川、日野川を遡れば内陸部との交流も容易でした。このようにして出雲は北九州に渡来した文物を真っ先に手に入れたのです。松江市の石田遺跡の縄文晩期の遺構からは炭化した米が出土しています。紀元前400年から500年頃のものと考えられますが、これはすでにこの地で稲作が始まっていたことを証明します。2世紀半ばから後半にかけて出雲の遺跡では青銅器の出土が目に見えて増加します。出雲市と神戸市、2世紀半ばの出雲は本拠地である大郡と島根半島の島根、愛華、立縫の3郡を領する出雲市と出雲郡を本拠地とし、出雲西部を領する神戸市の連合支配下にありました。日本海航路を利用した交易と日本有数の銅の産地であった特質を生かした青銅器の生産で、2世紀後半から3世紀にかけて出雲王国は最盛期を迎えます。近年まで出雲の廃坑跡では小さな自然銅の結晶体を見つけられたといいます。青銅器生産の技術は優れた銅剣や銅鐸、彩器を生み、これ以降出雲は金属工芸の先進地となりました。しかし4世紀になる頃、大陸から鉄素材が入ってくるようになり、青銅製のものより鉄の刀剣が求められるようになりました。出雲の勢力に陰りが見え始めます。出雲・神戸二極体制の弊害。3世紀半ばに大和王権が誕生して以降、日本には出雲・邪馬台国、2世紀末に岡山を中心とする勢力をまとめた吉備氏、そして大和王権の4つの勢力が並存していました。その中でまず全国統一に乗り出したのは大和王権でした。他の勢力も統一に向けて動き出したかというと、そうでもなかったのです。出雲は邪馬台国や大和王権よりも先に国としての体裁が整いました。青銅器生産の技術と大陸との交易という強力な経済基盤も持っていました。それなのになぜ最後には大和王権に屈してしまったのでしょう。一番に思いつく理由は、抵抗し戦ったが負けたです。しかしどうも武力で大掛かりな抵抗をしたことを示す文献資料も考古資料も出現していないのです。実は出雲は本当の意味で統一された王国ではなかったのです。先に述べた出雲市と神戸市、この二大勢力が拮抗したまま出雲の国を運営していたのです。連合政府とは不安定なものです。そしてその目や意識は出雲の外の動きよりも目の前にいる国内の相手に向けられてしまうのです。加えて出雲・神戸両氏のもとには300余りの市長が従っていましたが、彼らの勢力・自立性が強かったのです。出雲の統一神としては出雲大社に祀られる大国主の狼ですが、市長たちがそれぞれに祀っている神も否定されてこなかったのです。これは市長以下の民人の精神的独立を支えるものです。連合政権では厳しい支配をすると配下の者が相手方へ逃げ込んでしまう恐れがあるので、迂闊に締め付けができません。結果として足元を見られ、なかなか安定した領国経営とはいきませんでした。出雲に一国をまとめ上げる強力な指導者はついに現れなかったのです。大和王権に下る。この国内状態ではとても国の外へ勢力を伸ばしていこうとは考えられませんし、大和王権が迫ってきても出雲一国としてまとまった抵抗はできませんでした。それどころか出雲では真逆の事態が起こっていたのです。なんと出雲市は進んで大和王権の支配を受け入れたのです。これは大和王権の意を借りて配下の市長や神戸市に対する直の立場を強くする作戦でした。出雲市のこの出方を見て、
カンド氏も大和王権に下ります。武力で戦っても勝ち目はないし、こちらに損害が出るだけ。グズグズしていても降伏した後の自家の立場が悪くなるだけです。近隣の吉備氏も出雲のこの動きを見て自ら大和王権に下ります。一国でとても太刀打ちできる相手ではありませんし、抵抗しても何も得るものはありません。あっけないほど順調に進んだ大和王権の西日本支配ですが、これにはやり方のうまさもありました。いきなり武力をちらつかせて強引に迫るのではなく、彼らはまず話し合いを試みました。支配を受け入れた後の処遇や家の存続を保証し、相手に損得勘定で納得させました。ご褒美。ここまで来れば他の小国の首長たちももう大和王権に抵抗しようとはしません。独立の誇りを捨てきれず立ち向かったものもあったでしょうが、体制に影響はありませんでした。これも出雲王朝という大きな勢力を持った国が早い段階で支配を受け入れてくれたからです。おかげでそれ以後の統一はスムーズに進みました。神戸氏より一歩早く大和王権に下った出雲氏は、その力を背景にして神戸氏を抑え、出雲一国の支配を任され、国名を残すことができました。出雲氏の行動を他の国の手本にしたい大和王権もその後押しをしました。この決断を推奨したいと思ったのでしょうか。王権の正当性を謳って編纂された古事記、日本書紀もその3分の1を出雲神話を語ることに割いています。大国主の狼による国譲りの神話もちゃんと入れ込み、これをもって和国の聖史としました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらのボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。